今月は牛乳月間です。山形市では消費の拡大を図るキャンペーンが行われました。6月は牛乳月間となっております。高校生に牛乳を飲む機会を増やしてもらおうと行われたこのキャンペーン。 JR 山形駅では JA 全農山形の職員など11人が県産の牛乳やおにぎりなどおよそ700セットを配りながら牛乳の消費を呼びかけました。牛乳って結構毎日飲みますか？飲まないです。これからちょっと飲んでみようかなと思ってます。担当者によりますと、餌代の高騰などでおととしから国内の飲用向けの乳価が値上がりしたことを背景に消費が落ち込んでいるということです。牛乳を飲む習慣が365日続けてもらいたいということでございますので、ぜひご家庭でまず牛乳のある生活、冷蔵庫に牛乳が入っている生活をですね、ぜひ続けてもらいたいなというふうに思います。今月の子育て応援イベントでは一般消費者向けに牛乳が配布される予定です。